りを手に。ということで夫婦仲睦まじいということで奥様のご希望によってですね、第2試合が開催されることが決定しました。相変わらず私何も操作してないまま勝手にキャラ選択まで行かれてるんですけど、はい、夫婦と笑ってですね。で、奥さんがにさ、なんか、どうしようかな、じゃあ、前回出てないキャラがいいよね。あ、よし取られた。よしやろうと思ったけど、まあ、じゃあいいや、じゃあ悪いとか、やっ使ったことないけど、テレサしか使ったことないから、あえて勝負してよ。やろ、やったらないか、負けへん。じゃあ、6ゲームずつということで、なんかを喋ってた気がするけど、何を喋ってたか忘れたから、もういいか。はい。まあ、ということでね、はい。続きやっていきましょうか。続きというか、奥様は、酔っ払ってます。私は、しらくでございます。あー、ヨッシーがめっちゃ煽ってくる、めっちゃ煽ってくる。試合行くか。ちゃんとワンバウンドしてから取らなきゃいけない。これが経験者と未経験者の違いを。めっちゃリラマッチ。で、なんだっけ？あ、そう。なんだっけ？ちょっと。よいしょ。たぶん、こっからうまくなる。ゲーム悪いし。奥さんにさ聞いたんすよ、ちょっとなんか一人で黙って俺だけがなんかこうベラベラ喋ってるゲームするのって面白いって聞いたら、なんか意外と楽しんでたみたいなことをおっしゃってたんで、なんかね、あ、嘘やん今の、あ、そっか右手か、あ、忘れてた、右手買うの忘れてた、ちょ、っ、OK、意味もなくロムしてみたいけど、なんとなく言ってた。はい。これ大丈夫ですかね。はい。よいしょ。よし、右。右。ちょっと待ってね。やばいぞ。これ、未経験者と経験者とかって偉そうに言ってるけど、全然ダメだ。やっぱり、あれだね、ダブルスだとさ、ちょっと寄せ見しててもさ、奥さんの顔を眺めながらとかできたけど、やっぱシングルになった瞬間、待ってね、やばいぞ。俺テレサじゃなかったら何にもできない。しかしカメラ近いな。そのとこにカメラあったら撃ちにくいだろ。一瞬でどっか行くんだな、おい。奥さんがちょっともだえてらっしゃいます。報復 Z でもだえております。ちょっと待ってね、サービスを打つ前にね、奥さんもちょっと今から水を飲みますんで、少々お待ちくださいませ。カメラが近い。もう、飲もう。煽るぞ。フリ。フリマリオー。あ、奥様復活か奥様。復活マリオ。復活マリオ。よし、Thank you。じゃあ、やはり、不動の悪い位置。ぶかたること、山のことし。めっちゃ動いたろ。静かなること、林のこと。動かず、あ、無理、動く。超動く。よいしょ。このポイント落とせないんですよ。よし。ユウ。あれ、ちょっと悪い字。人間か。今目がめっちゃ嫌。あ、おお、フォールとか。ちょっと危ね。あ、ちょっと待って。いろいろ空気が燃える。もう燃える。もう空気は燃えない。酸素だらけや、そうだったら。ラクトラ。ふい。お上手。動くことないっていうのもち。悔しい、いい勝負ができてしまっていることが悔しい。よし、じゃあ行くか。衣類の必殺技ウォーターフォー。普通に打ち返されてる。今のはあれやん、なんだっけ、かまいたちじゃなくてなんかあったやん、はい、待って、ナイスが出せないんだよな。いや、よしよしよし、そうだ、地べたを這いつくばればいい。よし、あ、ちょっと待って、おー、早いな。わっ、うっ、やってー、復讐された。そして後ろでガッツポーズしてやから、腹立つ。よっしゃ、ナイス、来たー。151キロ、重っ。あれ、ナス10キロしかなってへん。確かカメラが近い。うっす、オッケー、あ、よっしゃ、オッケー、だから右利き、むずい。よっしゃ。オッケー、ラッサーのスペース。
無や。嫁さん無や。怖い。宇宙師。おう。あの、あれですね。打つ時のあの、方向分けをこう、なんか覚えてるかもようですね。あれ、ダメ、連打した時のダメ解除がどうするの？ポーチ！ポーチ！ポーチ！化粧道具を入れるやつじゃないよ。ヒン！ケール、これができる。あ、おいで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 。パンダ、パンダ！よし。あれですよね、実況者じゃねえや。実況者は俺だ。視聴者からするとさ、結局、いつものあの、ブルーホースがただ一人で、いつものごとく、絶叫してるだけの動画にね、聞こえるから、僕ともそろそろ、なんか、声だから出演してみない？早くサービスエースって言ってさ、めっちゃ煽ってきてもう、まだやっちゃいけないのに、ネットプレイを仕掛けてきて、うるっ！いや、お言葉に甘えてじゃねえや。要求に免じて、よし！あ、じゃあ、どうしようかな。なんか、他にサービス、あれができたらいいんだけどね、なんだっけ。サーブ、ツイストサーブ、ツイストサーブ、そう、なんかさ、めっちゃいいなぞがブワーッと溜まって、あれの解除の仕方が俺は覚えてる。ごめん。だから、ああなったら、諦めた。いっ、走れ走れ、前進せ、前進せ、おー、ちょっと、顔の面積の半分が好きになって。えいっ、よし、これがまた抜きしゃう。さあ、じわじわ追い詰められて、これが、やはり、あっ、やはり何なんだよ。シンプルに悔しい。待って、いい。あっ、ちょっと、危ない。やっぱ悪い字はあれだね、もう全身をこうさ、伸ばされてきたからさ、四季があのロープで繋がれて、ブニュってこう幼少期に伸ばされ続けたからさ、まあ、手足が長えのよ。オッケー。ヨッシーはやっぱりさ、ほら、背中にさ、今さ、審判員やってるさ、ミスターマリオっていう人をさ、幼少期の頃からやっぱ背中に乗せてたからさ、今日は重りをつけて走ってたわけでしょ。これは走んのも速いよね。回しも速かったでしょ。マジか。え、なんか、この、これ、なんて言ったら、大セットじゃない、もう、なんでやねん！なんでやねん！相変わらず、このセットじゃない、このゲームは取られますね。よし。なんか、見えてるよ。お、見えたっけ？ああ、そんなに動いて大丈夫かよ、おじおじ。ピン！ナイス！ピン！まあ、ゲームのシステム上、ありえないところからなんか、ラケットの面じゃないところで打ってくる。よいしょ。ふっ。ふっ。フロントバックだって、なんて言ったの？なんて言ったらいいの？よいしょ。ふっ。ぴょん。よいしょ。ピッ。はい。はい。はい。そして、抜かれる。はい。そう。よし。じゃあ、そろそろ終わりにしようか。あら、ナイスが出ない。ダサい。よし、オッケー。君のスピードを持ってしても、私の弾には追いつけない。ナイス。50キロ出ねえな。よっしゃー。運悪い。なあ、ゲームのキャラがなんか、あれかな、経験値で積まれていくのかな、やればやるけど。こっちに行かれたら、あれだ。語ること山子のことしてめっちゃ動いてる。ちょっとあれだな、手塚ゾーンがやりたいな。手塚ゾーンやってみようか。手塚ゾーンってこと知らないって。あのね、左足を軸に、いや違うな、右足を軸にそこから一歩も動かないで、ただただ球を動かして、ただただ球を打ち返すっていう技なんだけど、要はですね、球になんか特殊な回転をかけることによって、なんか球が全部この悪い位置に戻っていくっていうことをやりたいですけど、まあ無理だよね。無理ですよね。開かな穴を突かれるっていうね。はい、
穴ってあの英語でホールって言うんですよね。だからあのブラックホールっていうのは黒い穴って言ってるんですよ。でなんかすごいあれと焦らされてるあっついやられたらやり返せない。よしよしよし、じわ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 追いかけていくタイプ。これもしかしてマッチポイント、マッチポイントだ。夫婦喧嘩もおしまいの時間がやってまいりました。来たーだったねー、うぜーって言われてる。だから夫婦喧嘩はあの初めて旦那が勝ちました。ありがとうございました。はい、あの勝利のシーンをこうじわじわとお見せいただくこともなくメニューに戻っちゃいましたということでね、今回も、はい、楽しく夫婦仲良くやらせていただきました。最後に皆さんにご挨拶できない？しないんだって、ごめんね、ごめんね。ということでね、なんか今の喋り方だと俺まで酔っ払ってるみたいな言い方。はい。というわけでね、今回も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ぜひねチャンネル登録とかグッドボタンもよろしく。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。